新年明けましておめでとうございます。大堀123でございます。皆さんいかがお過ごしかなというところなんだけれども、お正月の挨拶も含めてちょっとね、いろんな話をしようというふうに思ってるんだけど、2020年もちょっとね、特殊な年になったけど、音楽の素晴らしさというものを本当に痛感した1年でもあったんじゃないかなというふうに思うんだけども、その上でのこの2021年というふうに思ってるんで、僕にとってもね、浮き足立つことなく自分のこの活動全般邁進していきたいというふうに思ってるのでね、ぜひ温かく見守ってくれよっていうところなんだけどもね、よろしくお願いしたいというふうに思うね。 MV 見てくれたかな。2020年の12月30日からこの大堀仁さんの YouTube チャンネルにてですね、公開になっております。オリジナル楽曲の初めてのミュージックビデオ完成しまして、日の目を見ることになったよということなんですね。ありがとうございます。このミュージックビデオができた時のこの感動、そしてまた感激というものはね、何にも変え難い思いがあったけどね、それ以上にやっぱりいろんな方々にね、思いをこう伝えたいということに変わりはないんで、ぜひね、見てもらいたいなと思うんだけど、残虐な観客たち、僕がね、作った楽曲なんだけど、今この時代だからこそ伝えたいメッセージというのがもう十二分に引き出された、詰まった作品になってると思うんで、この YouTube ももちろんだけど、やっぱり SNS というものが発達していって、いろんなことをこう見聞きできる、そしてまた知ることのできる便利な時代になったと。で、僕もそうですよ。表現をするにしても、こう広がりをよりこう持つことができるようになったのもね、このソーシャルネットワークサービスというものがあるからこそなんだけどね。まあ本当ありがたいことなんだけど、まあでもやっぱりその分だけ、おい、ちょっと待てよと。ちょっと何か忘れちゃいないかということを、まあ僕自身の思いとして、やっぱり伝えたかったということもあったし、音だけではなくて、こう映像が入ると。いうところになると、さらにね、またいろんな形で、また違う形で、伝わるんじゃないかなというふうに思ってるので、少人数での映像制作をやったわけですけど、ディレクションやってくださった千田雄一郎さんという方との出会いがあって、こうしようかしようかっていうね、ところで本当時間をかけてやりましたけども、それぞれの思いとそれぞれの感性、そしてまた考え方というものが本当に結集して作り上げられた作品だから、作り手側の思いというのもすごい感じられる、息遣いというものも感じられるところがあるんじゃないかなというふうに思うんでね、今年もどうぞよろしくお願いするよというところで、また次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。それではさようなら。改めてミュージックビデオしかとご覧あれ、よろしく。大堀123からのですね、お願いでございます。私改めまして大堀123です。音楽は弾き語りというものをテーマにですね、このようにアコースギターを持ってですね、レクチャーだったり弾き語りだったり、こういうテーマにまつわることをやってます。もし私の動画をご覧になって、そして私の活動をご覧になってですね、いいなと思ってくださった方がいらっしゃるのであれば、ぜひともですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いしたいと思います。チャンネル登録をするところはですね、こちらとこちらにあると思いますので、ぜひよろしくお願いしますよ。 あの頃には夕暮れに